まあ、そこでこの風についてなんですけれども、この浜風と呼ばれる風が甲子園球場には吹くみたいですね。まあ、この風でやはりスポーツも左右されるわけなんですけれども、石灰は南西風と呼ばれる風でした。こちらがちょうど球場になるんですけれども、大阪湾から吹く風、こちらの風を浜風と呼んでいます。特に夏は浜風が強く吹けまして、試合の打球に影響することがあります。なのでこう季節によっても、ね、影響具合が異なってくるということなんですが、今ちょうど夏ですので影響も大きくなりそうですね。甲子園球場に吹く風についても見ていったんですけれども、この後ですね、試合がスタートするということで天気や気温についてもかなり気になるところです。ここからは予報センター山口さんとともに確認をしていきます。山口さん、よろしくお願いします。はい、山口さん、野球は観戦されますか？そうですね、よくまさに甲子園に行きました。はい、行きました。地元が関西なもので、はい、高校野球も行ったことありますし、はい、あとプロ野球の方もですね、はいはい、何回も行ったことあります。応援しているチームもあるんですか？そうですね、はい、甲子園をホームグラウンドにしている某球団になりますけども、はい、そうですね、今日さらに暑くなりそうなんですけれども、はい、今浜風のクイズが出ていましたけれども、こちらもやはり季節によってもかなり影響が異なってきそうですね。はい、そうですね、浜風そもそもなんで吹くんだっていう話なんですけれども、はい、甲子園、ちょうど大阪湾沿いにありまして、はい、昼間近畿の内陸部の方で日が差して気温が上がります。はい、でその内陸の上昇気流ができると、南からの海からのこう風が吹く、それが浜風なんですね。はい、海風の一種なんですけれども、はい、特にですね、やっぱ夏の方がより気温が上がって上昇気流内陸強くなりますので、はい、それで吹きやすいんですけれども、浜風が吹いてくれてると、はい、逆に甲子園球場の天気は崩れないんですね。崩れない、そうなんですね。で実を言うとですね、今日、はい、つい 1,2 時間ぐらいまでは、はい、南東の風が吹いてまして、で結構ですね、ちょっと雨降ったんですね。大阪湾ですと雷雲も発生してたんですけれども、はい、ちょっとですね、1時現在のやつを見ると、はい、ちょっと浜風っぽくなっている雰囲気が出ています。はい、でちょっとアメダスでですね、13時現在のお風の状況をまず見てみたいと思うんですけれども、はい、はい、こちらですね、でちょうど甲子園球場この辺りですね、西宮市付近に、西宮市にあるんですけれども、これ13時現在の風の吹き方です。で13時現在どうやって吹いているかというと、こういった方向ですね、まさに南西の風で、ちょっと時間を戻しまして、これ午前11時、2時間ぐらい前の状況なんですけれども、この時はですね、例えば大阪市は南南東、神戸市はこちらですね、東南東の風が吹いていました。でこの時山雲大阪湾周辺で結構発生してたんですけれども、この時の全体的な風の流れを見るとですね、こちらから東寄りの風で、この辺りで南東の風、ちょうどですね、ちょっとこの辺りで風のぶつかり合いが起きてたような状況なんですね。でそれが今11時になってくると、13時になってくると結構ですね、風自体がもう結構内陸の方まで南西風で入ってまして、でこの東風との収束線っていうのが、大阪府の北部から京都府の南部ぐらいまでに移った状況になっています。はい、南西の風が吹いている分には甲子園球場雨は大丈夫というのが、はい、私の経験上でもありますので、はい、今天気的には条件ちょっといい方向に向かってるんではないかなというふうに思いますね。でさっきまさに雨雲の動き見るとですね、これ11時台なんですけれども、はい、これこの辺りに急に雲が湧きまして、でこの辺り雷雨もあったんですけれども、今現在になるとそういった雨雲だいぶ減ってきてます。これ13時20分現在ですけれども、はい、今お話した通り大阪府北部から京都府南部の方に雨雲発生しやすい状況なんですが、西宮市内というのは、はい、だいぶそういった条件解消されてきたのではないかというふうに思います。となりますと14時の試合開始、に向けてですね、試合中2時間半か3時間ぐらいだと思うんですけれども、はい、雨の可能性っていうのは先ほどまでに比べるとちょっと落ちてきたんではないかというふうに思います。
ちょっとだけ安心ですね。そうなんですね、はい、ただ暑さが気になるところですが、はい、この後も厳しい暑さ続きそうですか。そうですね、で今現在ですねちょっと雲が多い状況になってまして、はい、その猛烈な暑さという感じではなくなってきてます、はい、でもう一個南西の風が入ってくるということは海からの風が入ってきますので、はい、まあ、より気温としてはまあ、頭打ちといいますかあまり上げる要素にはならないではないかというふうに思います。ですので、まあ、30度前後ぐらいですかね、30度、31、2度ぐらいで、まあ、試合時間帯行く可能性あるんですけれども、はい、まあ、ただあれなんですね、甲子園球場ってですね、球場こうありまして、スタンドの上の方まで行くと結構風通しが良くて、はい、日がガンガンに照っててもそんなに暑さ感じないんですけれども、うん、すり鉢状のグラウンドの、ごめんなさい、スタンドの下の方まで行くと風通しが急に悪くなってですね、はい、結構暑くなりまして、席によっても結構違うんですね。そうですね、一塁側アルプスとかは午後になると日も陰って風も吹いて結構いい条件になるんですけれども、うん、それ以外のところはちょっと暑さまだあるかと思いますんで、水分補給とかですね、あまりお酒飲みすぎないようにしながらとかですね、ついて進んでしまいますけどね、はい、そういったところでお願いできればというふうに思います。風についても伺っていたんですが、はい、山口さん応援されてるチームの六甲おろし、はい、六甲おろし、はい、でも風なんですね。そうですね、あれはですね、低気圧が、まあ、東の方に抜けた後の北寄りの風ですね、はいはい、それが六甲山地を、まあ、越えてくる形で吹きつける、それを、まあ、六甲おろしと呼んでいまして、まあ、浜風は南風、はい、六甲おろしは北風と逆の性質を持ってますね。逆なんです。そうなんですね。それもやはり試合に影響が出るんですか。そうですね、六甲おろしになってくると、浜風になるとですね、はい、バッターから見ると、まあ、向かい風になる場合があるんですね。それは左バッターが打つ時なんですけれども、はい、左バッターがレフトに向かって打つ場合っていうのは、はい、ごめんなさい、ライトに向かって打つ場合というのは逆風になります。そうですね、そうなるとちょっと球 の飛びが落ちたりするんですけれども、六甲おろしは逆に北からの風になりますので、バッターから見れば追い風になるんですね。ですので、浜風に比べると、まあ、バッターにちょっとだけ有利な方向に当たるかというふうに思います。まあ、天気であったり風によっても異なりますので、選手の方は特に注目ですよね。はい、最近ドーム球場が多くなってですね、はい、なかなかそういうふうな気象が大きく影響するっていうのがだんだん減ってきてはいるんですけれども、はい、甲子園はもうそういった風の特性ありますし、あとこの幕張の近くにあります、マリンスタジアム、はい、あちらの方に関しても日本海を低気圧が通るときっていうのはもう南風が極端に強まったりしますので、試合を大きく左右することもあります。そういう屋外の球場というのはやはり風っていうところで、はい、まあ、試合をに影響する、そういったこともあるかというふうに思いますね。観戦される方も気象にもちょっと注目しながら見るとより面白いかもしれない。そうですね、はい、いろいろ各球場で気象特性あるかというふうに思います。はい、分かりました。山口さん、ありがとうございました。山口さんに今日の甲子園の、ね、お天気ですね、詳しく伺っていきました。普段なかなか聞くことができないようなお話を伺うことができたんですけれども、もう間もなくですね、約15分後に試合が始まるということで、皆さんも暑さに気をつけて観戦をしてください。